匠寮、内省寮は、律寮制において、中塚佐省に属する寮下官の一つである。訓読みは、匠寮、内匠の司など。また、近代の区内省に設置された内部部局の一つ。匠寮の起源は、仁紀五年、七百二十八年、聖武天皇の時に新設されたのが始まりである。寮下官であったものの、 当初から四等間が設置されていた。そのルーツは、天武天皇の時代にあった、飛鳥家工房のような天皇家の家政機関としての、官営工房が、律令国家の整備とともに、匠寮や戦時などの技術系監視に発展したと考えられている。匠寮は、当代の官営工房である、昭府官、昭府弦の模倣と考えられ、別称も昭府という、 本領の特色として、日本古来の友部、品部、雑都を使わず様々な職人、雑誌作手によって運営されている点である。これは、日本の工業の起点と言える。職将は、天皇家の調度品や儀式用具などの政策である。当初は、匠や頭に4位の更新が任じられるなど、調度政策などの中心的な役目を担っていたが、奈良時代後期には、直子将や、 作り、東大実施に、機能の位置を奪われて、匠頭も5い相当に低下する。ただし、相次ぐ更新の粛清による適任者不足も背景にあったと考えられている。だが、延逆元年、七百八十二年に、直師省が、同八年、七百八十九年に、作り、東大実施が解体されて大幅に機能を縮小されると、匠量の整備が進められるようになり、また、 後期五年七百七十四年に大倉商店五日佐を、大道三年八百八年には中塚佐商が校誌と大倉省漆部の氏を合併して規模を拡大した。また、大道三年の再編で単野氏が木工寮に合併されたのに合わせて単野氏の業務の一部が移管され、演技式には公院中蔵の業務が職償に規定されている。 平安時代前期から中期には、官営工房の元締めとして機能して、大上官や蔵人書の命令下で、ちょうど制作の業務に当たった。平安時代中期を過ぎると、次第に職所を作物所、つくも所、絵所や木工料、修理職に奪われていくが、これは大規模儀式の減少や朝廷財政の衰退によって、くじや儀式における行事処生や、 別当制が導入された結果、匠寮の機能が縮小されつつ、他の監視との機能分担が行われるようになったことによるものであり、それは必ずしも匠寮の境外化を意味するものではなく、12世紀には右大臣が匠寮別当を兼務し、その下に年野図が任命されるなど、以後も朝廷運営に不可欠な監視として存続し続けていた。 近代における、宮内省匠寮の起源は、1869年の職員令によりその前身組織が宮内省に設置されたことに遡る。宮内省における造園課第1号とされ、明治神宮休業園などを手掛けている小平義金が宮内省に支部として入ったのは1869年、明治2年に24歳の時であることが知られている。 1871年、明治4年に、匠市を設置。1873年、明治6年には、匠家に改組された。小平は1873年、明治6年には、匠家配属となっている。1885年、明治18年12月23日、内閣制度創設に伴い、匠家が、匠寮となった。長官は、匠頭である。 匠寮は建築とその内装や設備、そして、宮廷庭園や離宮庭園、新宿御苑などを担当した造園、土木など、当時の皇室財産や宮廷に関わる営像を取りまとめた部局になる。その後1九百三年、明治三十六年十月三十一日の完成改正、皇室令第三号により、匠寮は宮殿その他の建築物の保管、建築、 土木、電気、庭園及び園芸に関する事務を鑑賞することと規定された。このうち、造園部門は1904年、明治37年に、匠寮から内園局が組織化された後にある一定期間、匠寮から独立して内園寮として存在していた。1908年、明治41年、匠寮に公務課が設置され、 1915年には内縁寮も匠寮公務課に属して縁係となった。公務課のメンバーは1918年、大正7年に実施された国会議事堂の公開建築設計協議議員建築衣装設計検証募集に際して、当時区内省匠寮,寮の有志が吉武東ずまを中心にして、数案を作成して3。このうち、渡辺副造名義での参加案が1等。 長山美紀の名で出した案が三党一席に当選した。吉武は、大倉省臨時議員建築局議士に転じ、八橋健吉と大熊吉国のもとで、国会議事堂の設計、建設に携わっている。旧朝霞宮邸内装建設時期では、課長の北村幸造のもと、建築係、土木係、庭園係、機械係と四つの係に分かれており、 技師と各係の技術者は合わせて100名を超えていた。朝香宮邸の建設では、基本設計を陽光帰りの建築係技師である、近藤陽吉が担当したが、住居と事務所部分を一体化し、路の字に構成した朝香宮邸の基本プランは、匠寮が1925年春行の東伏見宮邸で経営したものが、下地になっている。 他にラジエーターカバーやモザイクをデザインした大型菓子、照明や家具をデザインした水谷正夫など優秀な技手が揃っていたことが知られている。彼らはこの他に1927年春光の秩父宮邸、1929年春光の李大家邸、1931年春光の高松宮邸などを手掛けている。また、朝香宮邸と同時期に建てられた。 国立博物館本館建築設計協議の結果計画案は渡辺人氏が当選。1937年春項目内省匠寮が実施設計を行っている。一方、匠寮公務課のうち造園部門の主要な事業内容は以下の通りである。造園、園芸のほかに畜産、農業土木など広範な農学系分野の業務をカバーしていた。 庭園係には1891年、明治24年に、福馬隼と1893年、明治26年に、市川幸雄が区内省に入賞している。こうして、小平のほか福馬と市川が在籍し、この3人が、匠良造園部門の主要メンバーを取る。ちょうど市川が区内省に入賞した当時、宿改制を受けてから本格化する日比谷公園の建設計画が、 国家的増援事業として計画検討され始めていたが、建設計画の具体化にあたって、小平も1894年、明治27年に日本演芸会のメンバーとして計画案を提出している。このほか、中島宇さぶろう、原博、し、岡見吉尾、小野勇、桜井長尾、白明治、織折下義信、森和夫、椎葉平一、池部武人といった。 造園技師らが在籍した。第二次世界大戦後の1945年、昭和20年10月5日、区内省の気候整理により匠寮は、種寮寮と統合され、主電料が設置された。担当した皇室建築や庭園は、以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。